サバイ市中心部周辺の空中写真。日野川東岸に市街地が広がる。1975年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。サバイ市は福井県にある市、霊北地方中央部に位置する。鎌倉時代に聖テル寺の門前町として発展し、江戸時代には、 マナベシサバ半五万国のサバイ陣屋を中心とした陣屋町となった。多くの世代が特産であるメガネ関連の産業、あるいは業務用の出器生産に関わっている。近年はオープンデータを活用したデータシティサバイの推進や女子高校生支店による町づくりプロジェクト、サバイ市役所 JK 化の設置など地域活性化に向けた新たな自治体モデルを模索している。キャッチコピーは メガネの町サバエ。福井平野と竹尾盆地の間に位置するサバエ盆地が大勢を占め、その中央部南北に細長く伸びる市街地は北端が福井市との境を越えている。その中にある長泉寺山も比較的なだらかな海抜50メートル以下の多くの部分が市街化されている。市街地は福井鉄道福竹線の新名駅を中心とする。 新明地域と北陸本線の鯖江駅及び福井鉄道、福武線の西鯖江駅を中心とする鯖江地域の二つに分けられる。東端にある川和田地区は山あいとなっている。四北西部には陸上自衛隊鯖江駐屯地が所在する。福井県池田町と接している部分は福井市、越前市を含む四市町境となっている山頂一点のみである。2010年現在、 人口増加率が県内の市町村で1位である。また、人口密度も県内1位である。2010年の国勢調査においては、鶴ヶ市の方が上回っていたが、人口減少に伴い県内の人口順位は逆転した。定例市議会は、年4回、3月、6月、9月、12月に行われる。鯖江市から選出される。 福井県議会議員の定数は3議席である。現任期の満了日は2021年6月30日である。鯖江市は、鶴ヶ市、小浜市、越前市、今立郡、南条郡、南越前町、入郡、越前町、三方郡、三浜町、大井郡、高浜町、大井町、三方上中郡、若狭町とで構成される福井県第2区が 選挙区となる。なお、当選挙区の衆議院選挙比例代表区、選出議員については、比例北陸新越ブロックを参照のこと。鯖江市は、参議院、北陸新越ブロックに属する。福井県選挙区は、参議院一陸の一つ。メガネ枠をアピールする、ネオン広告高等専門学校高等学校、中学校小学校市内のほぼ中央を、 南北に日本の鉄道路線、高速道路の機関路が縦断している。西山公園の筒子王山古墳群栽培藩の人物も参照。幕末栽培藩の人物も参照。周廃郵便局郵便番号の順に記載栽培市の市外局番は、料金単位区域と同一の範囲を持つ0778で統一されており、以下の区域への通話は、 市外局番不要かつ市内通話料金が適用される。なお NTT 西日本による究極区分は二級局である。ありがとうございます。